いやまあ先制点取ったまではかったんですけどやっぱ追加点を取ることができなかったのがやっぱがっぱ敗戦にがたと思います、ね、前半はサイドから非常に攻撃組み立てれたと思うんですけども、えー、後半、相手に押し込まれる原因どありにあると思いますかいやまあ相手のペースになってましたけど、まあ、こちらは、別にじれることなく対応してでまあカウンターなり攻撃を狙っていきたい。 っていうまあ我慢の時間も多かったですけど、はいそんな感じですね、えー。今後に向けて修正していきたい点で上げていきたい点どのあたりでしょうか。いやまあ最後のところの精度だったりをやっぱ高めていかないと、まあ点も取れないのでそこの精度の部分だと思います。ありがとうございました。